会計の総額で3008億円という規模となっております。3000億円を当初予算で超えてまいりますのは初めての機会ということとなっております。新型コロナの対策の費用などが盛り込まれていることもその大きな理由ではございますが、大田区としてのさまざまな独自の施策についてその裏付けとなる予算案が現在大田区議会の方に提出をされておるところでございます。私大田区議会議員庄島隆弘をはじめといたしまして、大田区議会議員の者たちしっかりとその予算案の一行一行に至りますまで、一つ一つの事業に至りますまで区民の皆様の目となり耳となり口となってしっかりと審議の方を進めてまいりたいと思っております。区民の皆様のお役に立つような事業となるようななるよう提案の方をしてまいりたいと思ってますので、区民の皆様にとって、特に自分に関わりがあるなと思うような部分について、お尋ねいただけましたならば、しっかりとその精査をいたしまして提案の方につなげてまいりたいと思っております。どうぞよろしくお願い申し上げます。